うございます皆さん、時刻は11時20分となりました、はい、今日はここじゃん JR は橿原駅にやってまいりました、はい、柏ですね失礼しました、はい、柏原駅です、はい今日はここから水仙ですねはい、はい柏水仙郷を見に行きます、はい、もしかしたらちょっと早いかもわからないですけどね、はあなるほど見た後にのどか村経由で、はい、なんと生駒セブン生駒セブンどの山かは謎謎、はい、生駒3になるかもわからないけどそうですね行ってみたいと思いますちょっとスタートが遅れたんでねはい、はい、それでは今日も元気で行ってみよう、うん着いたんでローソンのイートインで、はい、腹ごしらえしてから出発ですね。もうすでにかなり繊維喪失してますけど大丈夫でしょうか。もうちょろっと水仙見てええかなっていうそんな日があってもいいよねみたいな。2コマセブン。こうまだ後日かもしれません。2コマセブン5ご期待ください。はい、ここへ来るまでに大失敗を一つしてしまいまして何だったんでしょうね、大失敗の親玉を落としておきましょうか、親玉は俺だけのせいにすんなよ。もともと私は起きとってもどこの駅か分かってないからね。もうこれはね失敗、もう朝そもそもひげを剃るの忘れた時点で失敗。うん、まだね。おっか乗ってくるやんマンダム。うん、マンダム、どうしたマンダム。で大阪からが、はい、新しい線に乗って、はい、旧号地で降りて、はい、柏原まで来ないといけないと、はい、乗り過ごしてしまって、なんと2人とも寝てたというこの低たらく、はい、山が近づいてきたなと思ったら、はい、大島まで行ってしまいました、はいはい、まあ言うたら快速、あれ快速やったかな、快速で1駅、普通で戻ったので4駅、もうただでさえもお昼近かったのにさらにも時間をロスってしまって、もうだいぶ繊維喪失中でありますねこれ。もうお散歩して帰ろうかなぐらいの感じですね。氷炭山8キロ生駒セブン絶対今日生駒1ぐらいやで、ワンワンワン交互期待。参りました、ぬでひこぬで姫神社、はい、11時52分です。もう正午、間もなくですね。やばいぐらいのポカポカ陽気です。うまいな。左、右、左、はい、では水仙のお菓子、お茶会中であります。じゃあ遠慮なくお茶いただきます。いただきます。チョコレートも片手入れてありがとうございます。大丈夫だから、はい、ごちそうさまでした。帰って立てれよ。はい、じゃあもらってる。うん、お茶会って感じ。うん、なんか気づけてな。大きに。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。
水星一発目であります。あ、いいね。やっぱ水星って春の訪れだよね。これを左に行きますよ。はい、柏水星町って書いてますね。はい、左折してください。あ、見て、ちょろちょろ咲いてる。ちょろちょろ、ほんまにちょろっと咲いてる。ほんまや。ここほら一面水星の株なんやで。前も来たね、ここ。うん、へえ。うん、3部とか2部ぐらいちゃうかな。1部。1部。いやでもね、かわいいよやっぱり。春だねみんなって感じ。結構咲いてる。おお、結構咲いてるやん。へえ。結構咲いてました。あ、よかった。取っとこうか。うん、この辺がやっぱ日当たりいいからかな。あ、そうやな。すごいいい匂いする。めっちゃ綺麗なんですけど。あ、結構咲いてるねこれ。うん、咲いてますね。咲いてます、うん、すっごいいい香り漂ってるんですよ。で、枯れかけた花がないからね、すっごい新鮮なのよね。うん、満開もいいけど、この時もね。いやー、来てよかったよ。いや、来るまでは眠くて仕方がなかったんですけどね。寝過ごしたよ、春やん。それ、リュウさんもやん。リュウさんに関してヒゲも剃り忘れてるやん。もうあんだもん。12時37分、はい、距離は 2.9 キロ、はい、ないんか？いや、いけるよ。いける？はい、はい、ロープが張ってます。いつものあのガーデン、ロックガーデンのところ。事故かなんかあったんかな。うん、おや。はい、12時43分、距離はちょうど3キロ、高尾山に到着しました。ナンバーワン。はい、めっちゃ賑わってます。高尾山、あ、ダチ。どこに？こっちか。ああ、いい感じ。チーズ。はい。あ、私のもいいですか？もちろんもちろん。はい。十ちゃん、こっち入って。はい。あ、入ってる。あ、入ったんじゃない？レンジャー。ちょっと顔見切れたの。ごめん。もう行っちゃいます。顔見切れてた。私も撮ったから。あ、いいか。そうやか。そうやね。ありがとうございます。いいえ、こちらこそ。すごいですね、でも。すごい、そうそう。いつもの走ってる姿。あ、ほんまですか。もう、あの、
感動してます。いろんなとこ参考にしてこんなとこ行ってはるんだな。先週のもなかなかえげつなかったですよ。もうすぐあげますんで。はい、どこに行かれたんですか。和田山の上にね、東床の山っていう山があるんですよ。兵庫県で結構来たんです。関西名山の第80座目なんですよ。もう山自体は短いんだけど、そのアプローチがめっちゃ長いんですよ。駅から12キロ、ね、早朝からね、電車でね移動したり走ったりね。車がないんでね、30キロ普通に行きはりますので。旦那とあのお弁当ちゃんと作って言って感動して今日コンビニ行きましたけど、ねえねえ、取ってですよね。幸せもんなすごい。ありがとうございます。新年からいい。いやよかった。まだ声かけてやってください。ありがとうございます。今日はのどか村行って、そこから高安山行って、できたら7つぐらいピーク行こうかな思ったんやけど、と思ってるんですけど、すごい早いから。いや、のどか村のこんにゃくが美味しいので、あれちょっと楽しみに。あのレジの横にこんにゃく売ってるんですよ。あれめちゃめちゃ美味しいんですよ。120円だいたいアップしてくれて、どこのどれが美味しい。それをちょっと見楽しみにね。いや今後も参加、ありがとうございます。これ声かけたってください。アップして大丈夫ですかね。スクショしない。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。変な顔やってやめといてもらう。大丈夫ですよ。友情出演で。ありがとうございます。またあげときます。はい。編集時間かかるんですけど。はいはい。わかりました。ありがとうございます。失礼します。こっち。こっち。これいけんのこれ。こっち。二人目のおばちゃん顔見せてみて。いやー、なんか福の神になった気分ですね。エベスさんか。いやー、ほんまよく来てますね。商売繁盛でパッパ持ってこい。いやー、いつもお弁当作ってて偉いって言ってもらって、ちょっとコンビニ飯やったんですいませんって感じなんですけど、ね、そんな時もあるんですよ、すいませんね。長らくお弁当ないですもんね。あー、そんなことないよ。はい、素敵な出会いです。はい、車道に出てきました。はい、竹がね、やっぱ青々としててね、はい、季節が変わるとまたなんかちょっと違うよね、表情が。安全の設備が通り過ぎたところに、はい、左側に、はい、入り道あります。 ありますね、はいはい、はいはい、それが運転。はい、今日はこっちから行ってみます。いつもはこのまっすぐ舗装路で行くんですけど、今日はこっちの山の方で、山の方入っていきます、はい、初めて通る道なんですけど、よく踏まれててめちゃめちゃいい道ですよ、これ、はい、ねえ、先どうなってるのか分からへんけど、いつもはね、もう車道でそのままのどか村まで行ってしまうからね。ああ、なるほど。もうええとこやな、ここ偉い。え？ええとこやな。そうやんな。めっちゃ椅子とかあってな、信じられへんくらい整備されてんねんけど、うん、やっぱ野田村に行くメインの道なんかな、これハイキングサイト。いや、近畿自然歩道から書いてたで。へえ。野田村に行く道ではないよ。野田村行きたいのは私だけやで。右やろ。はい、右ですか。うん、駅に出るらしい。うん、温知駅やな、こっち行くと。はい、はい、分岐です。右に通ります。はい、こんだけよく道を知ってるりゅうちゃん、ここ歩いたことないとかびっくりやな。ここはある。ここはあるんか。うん、ここ車での道がない。ほへー、のどかま近いんですかね、ここから。近いよ。はい、ここ知ってるはずや、純ちゃん。ちゃん、これほら、左に行くと、あ、なんか見たことあんな、これユーコラーと一緒に行ったね。そうそうそう、そういうことや。そういうことか。
平和な音楽になってます、うん、はい、時刻はペロン13時29分、距離は6キロジャスト、はい、はい、なんかショートカットした気分になりましたね、あの緑豊かなトレイルからポコーンって出てきた感じですよ、これいくらすんだろう、800円入ってみましょう。いけるでりゅうちゃん、じゃあお会計全部で460円です、はい、レジの隣にあります、ないはずやで、ありがとうございます、ありがとう、またこうやって手りながら、あ、ちらです、ありがとうございます、ありがとうございます、やっほー、卵100円ゲッツ、こんにゃくは130円です、いただきます、はい、見て、ほわほわ湯気見えるかな、福娘、うん、弾力が、うん、あれ切れてたっけこれ、はいね、りゅうちゃんのね、あれだね、たまたまですね、うまい、これ切れてる、うん、おいしい、しみる、うん、卵良かったね、うん、卵ゲッツ、うん、前卵なかったもん、手温めてますね、うん、うまい、幸せ、たぐりながらね、ポトッと落としたら最悪やからな、うん、あ、こうしたらいいんじゃん、卵いきます、いきます、うん、おでんって感じ、やばそうな口になってる一気に入れすぎたんや、もう顔か卵か分からへん、うんうん、マンダムやめろ悪いな、はい、時刻は13時42分、距離は 6.4 キロ、最高でしたね、食べたい食べたいと思ってからの卵はもう最高でしたわもうこんにゃくも相変わらずのプリプリ具合でね、まあ、ここのこんにゃくが一番好きですね、せえな、うん、味がよく旬んでるし、うん、弾力が私たち好みです、うん、はい、そして今日はここから、セブンとか言うてましたけども、シギさんの山頂だけ踏んで帰ろうということに落ち着きました、はい、もう夕方なんでね、はい、はい、あ、はい、これを右に回れます、はい、こっちから出てきました、はい、で、のどか村はこっちです、はい、で、こっちに行きます、はい、ゴー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 ゴはい、開運橋があります。はい。やりました、ゲット、はい、この髪が可愛いね、また、うん、うん、どうや、いただきます、うん、うん、香ばしい、うん、こしあんだね、うん、すごいよもぎの味がする、うん、
実は初めてなんですよ、このよもぎまんじゅう、およき。前にあの虎の顔のやつをね、食べたけどね、うまいな、おいしい、うん。いつも気合いの入ったね、うん、あのお経の唱え方したら、うん、せいやーって感じよね。じゃんはぁーみたいな、うん、来た時は真っ赤かったのにね、うん、よっ、服娘、あ、ニコ服をお届け服服服服しいなあ。ここや、目だけ入り口って書いてるやろ、すぐそこやね。え、そうなんや。まあ、言うたら目だけと尾だけとあんね、2つ。あ、そうなん、うん、へえ。なんかあれか、うん、そうやろ、マジか、どこや、ここのイメージやったんやけど、うん、ここやろ。え、ないの、あの、あ、あ三角点とかないんや。へえ、ホロボス、うん、タッチ。四季山南方399メートル、目だけと見晴らしはないんですけど、確かにここがトップオブザマウンテンという風情ではありますね、うん、へえ、初めて知ったわ。ちょっと南方で、はい、さっきの道に出てきました。はい、でまっすぐ、はい、つまりこう登っていくという感じがありますかね。うん、2曲目を弾いて答えと予想した人が、2、3曲目でかかってしまったという人がちらほら。シギさんって書いてるで。これこれやろ。完全にこれじゃん。いや、山頂。これ山頂なんですか？と思いません、これ。シギさんって書いてますもんね。地図ではね、もう行き過ぎてしまってるんですけどね。シギさんなんか山頂ないって書いてありますね。あ、ほんまですか？うん、なんかその三角点みたいな。あ、三角点はないんでしょうね。なんか目だけが向こうにあって、尾だけがこの辺のはずみたいなんで、地図のマップで見てきたんですけど。山頂はないみたいな、なんかネットで見た。あ、そうそうそう。多分これが尾だけな。位置的に。あ、そうな。じゃあ、137メーター。きっとこれやで。それやな。きっとこれが尾だけなんでしょう。ようやく、めっちゃひっそりしてますけどね。こんなとこに城があったんやな。尾岳を中心とする山域で、うーん、
うわすごい、はい、距離ですね、距離は 11.3 キロです、はい、はい、下山してまいりました、はい、ちょっとね、セブンならずでしたけども3かかな、汗やだ、目だけおだけ行ったからね、まあ、もともと3かもねって言って始めたんで、予定通りじゃないですかね、はい、ちょ気をつけましょうね、ここ、交通量にね、はい、待てるわ、はい、いやー、今日はね、本当にね、行ったことのない市議さんの山頂も発見できてね、うん、あのおまんじゅうもね、行列してなく食べれてね、良、うん、かったですよね、うん、前回食べれなかった卵も美味しかったです、もう食べることばっかりかって感じやけどね美味しい登山やからね、あ、でもね、おまけにね、こうやってね、うん、いや、新年早々縁起がええわって言って出会いを喜んでもらえたことも嬉しかったですね、うん、私たちとしてもね、いい素敵な一日になりました、はい、この後はあの、純ちゃん、りゅうちゃん新年会をやりたいと思います、はい、大菊の生産地です、うんうん、農業者の方は走ってるっていうのがいいよねやった給料前はそうそう、空が広く感じるところを走れるのがいいよね、うん、はい、時刻は15時16分、距離は 14.3 キロ、はい、駅に到着しました。ここ何駅ですかね。竜田川駅。竜田川駅であります、はい。はい。今日はどうでしたかね、親玉。あの、卵食べれたね、はい。卵食べれたのが良かった。良かったですね。こうです。はい。会社ではヘルスソーを並べて妻がいない。我が部署は次世代おらず、ファイユギジギジですめっちゃ賑わってます。